こんにちは。こんにちは。キックオフ鹿児島です。今週も高校生の話題からお伝えしていきたいと思いますが、北崎さん、はい、今鹿児島県内インターハイの県予選でいろんな競技盛り上がりを見せていますね。そうですよね。高校3年生にとっては最後の大会となる競技もありますから、はい、応援も熱が入りますし、本当にみんなの全力プレーっていうのがすごく感動しますよね。そうですね、皆さん頑張ってほしいですね、はい、さあそんな中今日はフットサルに青春を捧げる高校生の熱い戦いをお伝えします。5月のとある週末、愛田市で18歳以下のフットサル全国大会県予選が行われました。サッカーと比べると5対5と人数が少なく、コートも小さく、20分ハーフと時間もコンパクトなため、速い試合展開とダイナミックなプレーが見られる点が特徴です。予選リーグの結果、決勝に勝ち進んだのは緑のユニフォーム、鹿児島実業高校フットサル部と、普段はサッカーを主とする赤のユニフォーム、ラサール高校です。果実はスピードを生かした攻撃と攻守の切り替えでハードワークし、一方のラサールは細かいパスや相手を惑わす連携を見せるなど、両者持ち味を発揮してゴールを目指します。すると前半8分が過ぎた頃、鹿児島実業、西仲間が難しいコースに決めて先制点を挙げます。これで勢いに乗った果実は、前半終了間際に畳みかけてさらに得点を奪い、4点をリードします。折り返した後半、ラサールも巻き返します。鮮やかな連携から高田のシュートで初得点を挙げると、その後、宮村がこの位置から豪快なロングシュートを放ち、懸命に点差を追います。しかし終盤、果実馬場から華麗に背後に浮かせた技ありのシュートが。後半も着実に得点を重ねた鹿児島実業が、去年に続き大会連覇で九州大会進出を決めました。九州大会はさらに厳しい道のりだと思うんですけど、しっかりまた明日からの練習、チーム一丸となって声を出して頑張っていきたいと思います。いや、フットサル、またサッカーとは違ってテンポが速いですし、はい、それからシュートも勢いがあって見応えありますね。次は九州大会が7月に熊本県で開かれ、ここを勝ち抜けば全国大会に出場できるということです。さて先日、全国各地でサッカーの天皇杯が開幕しました。1回戦で鹿児島代表、鹿児島ユナイテッド FC は福岡県代表で同じ J3 のギラバンツ北九州と対戦しましたが、 PK 戦で惜しくも敗れました。ただ藤本選手の移籍後初ゴールと、武選手にも公式戦4点目のゴールが生まれています。この後はユナイテッドの話題を続けます。明治安田生命 J3 リーグの頂点を目指して、いただきソウルというスローガンのもと、魂を込めて戦う鹿児島ユナイテッド FC の選手たちを紹介するコーナー、目指せいただきユナイテッド名鑑。今回紹介するのは背番号14番ミッドフィールダーの野竹博也選手です。6年目でいまいちこう結果が残せてないっていうのは、まあ自分でも歯がゆいところなので、まあ今年は何としてでも結果を求めながら飛躍できる年にしたいなと思ってます。鹿児島市出身の野竹選手はユナイテッドのアンダー18からクラブ史上初めてトップチーム昇格した生粋の生え抜き選手。くしくもチームの J2 初昇格と重なり、2019年10月のアルビレックス新潟戦で J2 デビューを果たしています。高いボールキープ能力を生かした攻撃参加が持ち味で、本職はボランチですが、トップ下や最近はサイドバック挑戦と大きな可能性を感じさせる今後のブレイク筆頭候補です。
ユナイテッドのこうアカデミーからどん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 トップに上がって活躍してこう上のレベルに行く選手が増えれば一番鹿児島も盛り上がると思うんで、あの選手目指したいなって思われるような選手になりたいです。ボールをこう大事にしながらそのゴールだったりアシストっていうところに直結するプレーを、まあ、今年より積極的にやりたいなと思うのでそこを見てほしいです。そんな野竹選手、子供の頃の話を聞くとやはりかつてユナイテッドに所属していた6歳上の兄純也選手との思い出が大きいようです。週末は兄の試合見に行って、まあ、平日は兄ちゃんとボール蹴ってみたいな感じの記憶しかないですね。ちっちゃい頃はまあ公園にボール蹴りに行ってよく喧嘩してっていうか、まあ、僕が拗ねて帰ってただけなんですけど、常にこうお手本というか背中をずっと追いかけながらやってきて、まあ今大分でプレーしてますけど、まあ、僕もあの J2、J1 っていうところを目標に一緒に切磋琢磨しながら頑張っていければ一番いいのかなと思います。ユースからもプロになれると後輩たちに新たな道を示した野竹選手、今年こそゴール・アシストを量産し上のカテゴリーで活躍する兄の背中を追います。今年こそはチームの目標である J3 優勝、J2 昇格という目標に向かって一日一日頑張っていきたいと思うので、多くのファンサポーターの方に足を運んでいただけると、まあ、僕らの力にもなりますし共に戦っていただけたらいいかなと思います。応援よろしくお願いします。続いて今週はもう一人紹介します。背番号16番ディフェンダーの木出優斗選手です。去年半年間っていうのは、まあ、自分の、まあ、特徴である部分も、まあ、出したと思いますし、まあ、今年も、まあ、夏以降になると思うんですけど復帰したら、まあ、チームに貢献できるようにまた頑張りたいなと思います。三重県出身の木出選手は星稜高校、大阪体育大学でプレーし2021年にユナイテッドに加入。プロ1年目は1試合の出場にとどまりましたが、去年は後半戦から出場機会を増やし2得点と飛躍。ところが昨シーズンの最終戦で右膝前十字靭帯損傷という全治およそ8ヶ月の大怪我をしてしまい、年越しもリハビリで過ごしたそう。今復帰を待ち望む声が大きい選手です。まあ、サイドの選手なんで、まあ、スピード感だったりとかドリブルっていうところは見てほしいなというふうに思ってます。鹿児島来てから、まあ、あんまり怪我多くてって感じなんですけど、まあ、怪我するってことは何か意味があると思うのでまた強くなって戻ってこれればって思ってます。苦しいはずの長距離離脱もポジティブに捉えている木出選手、昔はどんなサッカー少年だったんでしょうか。自分は幼稚園から始めてます。1週間あったらもうほとんど毎日サッカー練習行ってっていう生活を送ってたので、絶対こう波があってこう、まあ、今自分怪我してますけどこういう、まあ、もうサッカーから離れたいなってまあ思う時もあるかもあると思うんですけど、まあ、そこで諦めてしまったら、まあ、終わってしまうので、まあ、そこを諦めずにまた、まあ、いいことがあるとかこう自分サッカー好きって思える気持ちがあれば、まあ、成長できるんじゃないかなと思います。ここ最近の練習でランニングやボールに触り始め順調に調整が進む木出選手、帰ってきたら霊長類最速で復帰ゴールを決めてもらいましょう。まあ、自分今怪我してますけどチームのみんなが一戦必勝で戦って、優勝昇格に向けて頑張ってくれると思います。自分も夏以降になりますけどその力になれるように日々リハビリ頑張ってまたピッチに戻っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。先日ホームゲームで J リーグ通算50万人の来場を達成したユナイテッドは50万人達成感謝企画を行います。
第1弾として非売品の J リーグ30周年記念試合球や J リーグキングのぬいぐるみ、ペア観戦チケットなどが抽選で合計30人の方に当たります。応募の締め切りは今日5月28日の日付が変わるまでです。詳しい内容の確認と応募は鹿児島ユナイテッド FC のホームページでお願いします。そして第2弾として6月10日次のホーム白波スタジアムで行われる八戸戦では大人は1000円、高校生以下は200円の特別チケットがあります。こちらは昨日から販売が始まっています。そしてユナイテッド、次節はこの後正午からアウェーで松本山雅 FC と対戦します。現地に行かれる方も遠くから見守るという方も一緒にエールを届けましょう。そして結果は来週の番組で振り返っていきます。それではキックオフ鹿児島。